お題ラジオならこのメンバーに注目ということで、トークが上手いとか、面白いよこの人とか、変わってるみたいな、おすすめのメンバーを紹介してくださいということです。レナヒョン知ってるかなはい。HKT48 に秋吉ちゃんって秋吉ちゃん知ってる知ってますよ。マジではい。あの、HKT48 に中学1年生でも、超子供がもう本当に子供来ちゃってんじゃんみたいな子供顔の子がいまして、ま、実際子供なんだけど中1だから。 あの、その子がね、すごい喋りが上手くて。<ー>なんか、この間、イベントで、はい、まず、その、宿題やり残しました、みたいな。まあ、おこ、子供特有の,の、鉄板トーク、はい、ファンの人はもう、ほっこりした気持ちになるじゃん。<え>したら、それに重ねて、はい、サッシーさんとラブタンさんは、宿題終わりました終わってないわみたいな、ないわ宿題なんて、はい、みたいな、まあ、人笑いも、それで持っていきます。そ、はい、したら、その後にね、まあ、会場はもう、HKT のファンの方、年齢層高いから、はい、それで、 皆さんは人生の宿題まだあると思いますが頑張ってくださいって言っと <laughs> すごくないびっくりしちゃったよ。えー、h k であの、喋るマイク多いですって。いやちょ、まあでも村重とか言うからその分、そうだでも、秋吉ちゃんはすごいね。それは確かにびっくりですね。